さん。来る。奴らはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。こいつら結構できそうだぜ。デジアン、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。あの、僕孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。悟飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。ご飯、俺に任せろ。なかなかやるじゃないか、ごはん。ありがとう。Ah!
どうやら少しは楽しませてくれそうだな。さあ次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ギャー、お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なっ、ヤムチャさん、なんてやつだ。自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。さて、ドイツから片付けてやるかな。強い。スワルやブルマさんたちいや、いいんだよ。
さて、どいつから片付けてやるかな。ブルマさんたちに何て言うんだよ。トレフフレッハヤチンか。きっとピッコロさんも気づいてると思うけど。ピッコロさん、ひぇーひぇーひぇー。ごめん、俺に任せろ。
つから片付けた。ヤンチさん強い。これまでと。ワイヤブルマさんたちになんて言いいんだよ。それか、さあ、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。とどめだ。チャオズ、何をする気だ、チャオズ。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。チャオズ、敵は討ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。無念。ひべえ、悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。
ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。畜生、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。何をしてるんだよ悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つ。ああ、わかった。ピッコロさん、悟空、早く来てくれ。残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。本当だ。すごいけど懐かしい木。やつしかいない。孫悟空だ。カカロットか。どれ。ん、ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつだ。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ピッコロさん、逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールが。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと。この俺を笑わせやがって、このガキ。
その車、僕がやるんだ。ご飯がやるなら俺だって。どうせお前らは皆殺しだ。
よし、着いたぞ。悟空、ハムさん、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧、本当に海王様の元から帰っ。修行はバッチリだ。頼んだぞ。地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。敵が集まって、あっちだ。敵が二つ、もっと敵が二つ、小さい敵が一つ、数が合わねえ。誰か死んじまったのか。近いぞ。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものが。ガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。チッ、殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。キントーン？
お父さん。ピッコロ、天心庵、ヤムチャ、チャオズ、それに神様ボック許さんぞ、貴様ら。なんだその面は。気に入らねえな。あっさり潰してやるぜ。てめえなんかこのナッパ様に構うわけがない。待ってた割には封印したことねえな。この名門でのエリート選手だ。下級選手をやめられてたまるか。ずいぶんマシになったじゃねえか。エゴズ口を叩きなくしてやってる。そう来なくちゃな。期待してるぜ。もういい。降りてこいナッパ。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった。海王拳。もう戦えねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何よ、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。やつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ悟空、どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え？みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけどみんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空があいつに勝つことができたら。勝てたらか。そうだな、とにかく勝たなきゃ。なんとし悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ親友。ああワン、父ちゃんが生きて帰ったら
また釣りでも行こうな。は、はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。はっ！どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだ、クリリン。ベジータに勝って後で聞かねえとな。ジータ、オラが思ってたより相当強いやつだ。だが絶対負けねえ。嫌だな。さっさと片付けちまうか。
だろう。おりゃよっ、おりゃ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえる。倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かって見せてやるぞ。は？うわうわ。あい。まだ。いや。どうか。いや。あい。
ません。笑ってやる。諦めて開き直る。なんてやつだ。時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かった。見せてやるぞ。おのれ。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。
喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。なんてやつだ。Yep.
ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。何ってやつだ。よっ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 。このやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かった。見せてやるぞ。ふっくっいっやっほらっうざーよっほっほら。力がおのれやりっこほーよっふっよっふっうわっよっ。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。何ってやつだ。倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ。見せてやるさ。よっはっよっはっよっはっはっ。やめるな。
乗れトリックホーよっよっおっとやったありゃうわっうわっバケモノ
か。しぶとい野郎だ。よっはっよっはっ。そして生きているすべてのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、すさまじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体なんだ。恐竜がいたら玉乗り飛行隊。